アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のこと話したくないんだ。TikTok で少しバズったガチの兄弟、これからも末永くよろしくどうぞ。言ってくれよお前ら仕掛けた、みんな笑顔にするけどさ、最近笑えてないとか言わせない。